アメリカ人がおすすめする英語勉強法、ケビンでございます。ハゲでございます。山ちゃんでございます。 TikTok の DM だとか、インスタ上の DM だとかで、すごく質問されることがありまして、一つの質問、それはどうやったらそんなに英語ができるようになるんですかと、いう質問がすごくいっぱい来ます。まあ、私はそのアメリカで生まれてそこから育ったので、その特にこう勉強したっていう感じじゃない、てか自然に学んだっていう感じなんですけど、帰国子女がいっぱいいる学校だったので、そういうコミュニティにいたりだとか、私が小学校だったりとか、アメリカに行って小学校だったりとかで成長していく中で、こう自然にピックアップするピックアップの仕方だとかがあるので、それをシェアできたらいいかなと。ただその学校で局長の友達とかが全然話すとね、もう普通にネイティブみたいな感じで話すとかいっぱいいて、だけどアメリカ行ったことないとかいう人もいっぱいいてさ、だからまあその人たちがやってたやり方で、あ、確かにそれはうまくいくかもなとか思ったのをちょっと紹介できたらいいかなと思います。ためになりそうだね。はい、そう。ではね、1個目、はい、じゃーだれん、子供向けのテレビ番組を見る。おお、そうね。あ、まあそれもちろんこれアメリカのね、アメリカの子供向けテレビ番組を見る。これは、私が小学校の時とか子供向けの番組を、まあ、ずっと見てて、それでこう、まあ、分かんない言葉とかも出てくるからさ、それが何回か出てきたりとか残るわけよ。あ、この言葉知らないな、また出てきたみたいな感じで出てきて、で暇な時に調べて、それが定着するみたいな感じとか、文章で分かったりするんだよね、テンションだとか前後の文章で、ああこういう意味かなみたいなのが、こう入りやすいね、効率よく。しかもそのストーリーもまあ面白いから苦なく見てられるし、ストーリーもシンプルだし、感情もシンプルだし、言うこともとてもシンプルだから、やっぱりこの分かりやすいんだよね。あんまりこう言葉が全て分からなくても、この感じで見てて分かるの。あ、多分この人は怒ってるなとか、あ、こういう問題が起こってるなとか、こういうことをしたいんだなとか、それでそれに使われる英語が自然とこう普通の人が難しい英語喋ってるよりも全然ね、こういい感じに入ってる、はいはい、理解しやすいっていうふうに思うんだよね。アメリカの子供向けのテレビ番組ってどういう日本の教育テレビみたいなのと似てるの、うん、日本の、例えば何や、日本の教育テレビって何だろうな、なんかアニメとか、なんかその子供向けのみたいな、あ、ポケモンとか、まあ、教育テレビだったら知らないと思うけど、ニョッキー、あー、ニョッキー知らない、とか、なんかニャンチュー、ニャンチューとかね、そういうの分かんないな、知らないだろうね。あ、忍たま乱太郎、あ、そうそうそう、あ、まあでも似てる、似てると思う。え、パワーパフガールズ、パワーパフガールズ、そういうやつ、パワーパフガールズ、え、それこれに入ってる、入ってる、入ってる。まずね、アメリカでは3大子供向けテレビ局があって、その3つがあります。カートゥーンネットワーク、2つ目がディズニーチャンネル、3つ目がネカロリアン、ネカロリアン、カタカナなんて言うんだろうな、ニカロディオン、ニカロディオンかな。でもじゃあカートゥーンネットワークで私の時代ね、すごく人気だったショーは、パワーパフガールズ、はいはいはい、デクスターズラブ、あー知ってる、知ってる、俺ね、だってカートゥーンネットワーク見てたもんね。あ、すごい。エッド、エリー、エッドとエッド、デスとエリーで3人の男友達の物語、コレッジ・ザ・カウルリー・ダーグ、スクービ・ドゥ、なんか聞いたことある、スクービ・ドゥ知らない、聞いたことある、スクービ・ドゥ、犬、まあ、それが、カートゥーンネットワークが有名で、ちなみにあれはミュータントタートルか、ああ、あれはね、あれも入ってた、あれも見てたけど、どのチャンネルか忘れた、うん、でもね、あった、あったよね、うん、あったあったあった、小学生向けとかがやっぱり一番ちょうどいいと思うんだよね、そう、十分シンプルでいい感じだけど、ちゃんとこう言葉もこう使うというか、確かにその日本人が、うん、アメリカの小学生と同じレベルになれれば生活はできるけど、そのコミュニケーションは取れるんだろうね、きっとね、そうそうそう、確かに、まあ、ディズニーチャンネルで有名なのはハナ・モンタナ、知ってる、はいはいはい、知ってる、知ってる、今のマイリー・サイレスで歌手じゃん、その人がブレイク作というか、あれだよね、実写、あ、そうそう、実写、実写、あ、そうだよ、そうだよ、実写、実写、子供の頃その翻訳バージョンやってたの、本当、日本で、はい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 、たまにやってるよね、 NHK とかでさ、やってる、てかね、よくね、アメリカではそういうこの小学生向けのテレビ番組からブレイクするっていうのがすごく多くて、うん、そのマイリー・サイレスもそうだし、ジャスティン・ティンバーレイクもそういう、あ、そうなの、子供向けのテレビくらいに俳優として出演して、音楽とかも上手い人多いから、こういう俳優の時は、あとね、セリーナ・ゴメスとか、
ライアン・ゴスリングとか。へえ、そうなんだ。そこら辺全部ディズニーチャンネルから来た。すごいね、すごいな、ディズニーチャンネル。日本で言うとあの仮面ライダーみたいな感じだった。あーとか天才テレビ。そう、天才テレビすごい近い。天才テレビくんとか仮面ライダーに出た人はその後めっちゃブレイクみたいな。そうそういうのね、あるんだよ。なるほど。まあ3つ目のニッカロディオン、ネカロディオン、そこの有名なのがスポンジボブ、スポンジボブスクエアパンツとか、ドレイク&ジョシュ、ゾーイ101、ジェミー・ニュートロン、あれはじゃあボブとブーブー、知らない、ボブとブーブーですね。はい、あれ日本じゃないか。なんかちょっと似てない、これ。確かに確かに、日本ですか、あれ。ボブとブーブーやってるかいみたいな。まあそんな感じで、ディズニーチャンネル、カートゥーンネットワーク、ニコロディアンとかでやってるショーは結構おすすめかな、うん、やっぱレベル的にもあの、まあ、ちょうどいいし、内容も結構面白いのがあるから、うん、ぜひチェックしてみてください。これ結構いいと思います。それをひたすら見る、うん、そうそう、ひたすら見て、まあやっぱりこの最初はあのストーリーが分かるようにそっち重視していって、でコンセプトが分かってきたら、だいたいこういう起承転結があるやつねで分かってきたら、字幕とかなしでやって、こう多分今こういう感情なんだろうなっていう思いながら見るとすごくいいと思います。なるほど、うん、いいと思います。いいね。次はね、ナンバー2で、ね、何かのファンになるで、ね、例えばアメリカの歌手のファンになるとか、はい、あの俳優のファンになるとかして、やっぱそうすると自ら調べたくなるからさ、うん、その人のことについてだとか、その人が出てるコンテンツだとかについてどんどん自らやりたくなるからさ、こう苦じゃなくなるし、うん、あ勉強しなきゃとかじゃなくて、そういう人がすごく多かったね。この企画史上ランキング1位は、ね、これだった。企画史上ランキングって私の知り合いの企画史上の中で、どうやって、あ、そうそうそう、どうやってアメリカに行かずに学んだのかとか、あ、はい、まあ、企画史上だから行ったんだけど、そのなんかアメリカにいても、こう、なんていうか、短い期間で、そうネイティブとも分かんないレベルの英語をゲットした人たちね。そうそうそう、例えば、あるドラマにめちゃくちゃハマるとか、うん、それをもうめちゃくちゃ見ると、うん、何回も見たりする。それたちは同じエピソードをもうリップシンクできるぐらいとか、そこまでファンになるとか、そこまでなってくると結構早いというか、そこからもう学ぶのも早いというか、苦がないんだろうね。ずっと楽しい気持ちでやれるんだね。そうそうだね。これのいいところは、でもずっとこうスラングが多いから、テキストって必ずさ、スラングの前に基礎みたいなのが入るから、最初からドンピシャでスラングが入るから、かなりこう実際の人とコミュニケーション取った時に摩擦はないとか、だからこう私と喋っててネイティブじゃねって思うぐらいのコミュニケーション力だったのかな。逆にフォーマルは弱いよね、こういう。そうだね、フォーマルは結構弱いと思う。ちゃんとした知識、そうだね、っていうかね、それはないけど、そうだね、だけど全然問題ない。だからそっちもですね、だって多分だけど、多くの人は文法を知りたいわけじゃなくて、ネイティブみたいに喋りたいっていうさ、ほら、きっと多いんじゃん。俺もそうなんだけどさ、英検一級を受かりたいわけじゃなくて、いい感じで喋れるようになりたいっていうのには一番と最適な方法なのかもしれない。はいはい、そうね。あのね、物は選ばないといけないよね。なんかさ、俺さ、昔さ、出会ったタイの人ってさ、うん、日本語すごい勉強、こういう感じで勉強してきて、でもなんか、侍なの、言葉が武士なの、武士なの、こうなるみたいな、お主はみたいな喋ってくるのよ。めちゃくちゃうまいネイティブな武士なんだけど、ネイティブ武士なんだよみたいな、そのチョイスがね、はい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 、それをチョイスしちゃうとさ、もうそれになっちゃうからさ。確かにな。まあでもさ、やっぱりさ、ファンになるのってさ、強制的になれるとかないからさ、ちょっとね、難しいよね。でも確かにアメリカでもある。やっぱその、南側のアクセントの方のやつとか、黒人英語がめっちゃ上手くなるとか、そんな結構面白い感じになっちゃうからね。なんでっていう、そう、黒人風の喋り方がめちゃくちゃうまいみたいな、片言なのに黒人風みたいな。い、確かにその、例えばさ、日本にいる海外の人とかさ、いるじゃん、うん、結構その片言だけど日本語普通に喋るみたいな、うん、でさ、たまに関西弁のさ、いるよみたいな、ちょっと面白いよね。別に変、なんか何とも思わないけど、むしろその好印象だけど、そのちょっとそうだね、なんでわざわざ関西弁なの。そうだね、それ
京都に行った時、ああドイツ人の人がいて、ああもうバリバリ関西弁違和感がすごい、違和感がすごいね。そういうことになりうるよね。でもなりうるチョイスによっちゃ、ね、好きになったものがね。確かに。でもその方が自然だよね。まあ ね、 そうね。でもそれも悪くはないよね。そのインパクト強いし、ね。ないより全然そっちの方が全然いい。全然いい。そう何も喋れないよりは関西弁で喋るの。コミュニケーションそれ取れるよ。それでもね。すごいなんでやねんとか言ってた。しかも楽しいし。そう。すごい楽しい。そうだね。まあ、なんかこう何か探してね、ファンになるみたいなのはありかもしれないですね。いいね。いいね。まあ、こんな感じなので皆さん、もし興味があったらちょっと見てみるなんだり、何かこう興味のあるもの、ファンになれるようなものもしあったら探してみてもいいかもしれないです。では、次回までお会いしましょう。じゃあね。